はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼッコです。それでは今回なんですけども、年会費永年無料の JQ エポスゴールドカードの招待が来ました。招待が来るまでに行ったことを解説ということで、今回は JQ エポスカードについてですね。この動画では僕が持っている JQ エポスカードについての解説と、JQ エポスゴールドの招待が来るまでの期間や、使った金額をまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうということでね、こちらが今お伝えした JQ エポスカードとなっております。まあ、このカード自体たまーにどこか動画でお伝えしたことがあるんですけども、そんなにメインでお伝えしたことがなかったので、今回はね、簡単な解説をしていきたいと思います。 で、エポスカードって聞くとね、まあ、最近デザインが変わった右側のエポスカードをイメージすると思うんですけども、僕が持ってるのはこの左側の JQ エポスカードとなっております。で、何が違うのかっていうと、まあ、ざっくり言うと、まあ、まるポイントが違うっていう感じなんですよね。ま、あ違いとして、最近のエポスカードはタッチ決済が入ったりとかもしてるんですけども、タッチ決済に関しては特にございません。で、その貯まるポイントとして、JQ エポスカードについては JR キューポっていうのが貯まって、エポスカードについてはエポスポイントというものが貯まります。 ま、よくあるのはね、エポスカードを作った後に JQ エポスカードに切り替える人っていうのは結構見かけたりしますね。で、このエポスカード自体の特典は何があるのかっていう風に気になると思うんですけども、ちょっとこちらをですね、見ていきましょう。それがこちらなんですけども、JQ カード、JQ エポスということで、この JQ カード自体はね、いろんな種類があるんですけども、僕が持ってるのはこの JQ エポスカードと、 なります。で、特徴が4つ出てるんですけども、まず1つ目として、クレジットカードに利用で JR キューポが200円につき1ポイント貯まるっていうことですね。まあ、200円につき1ポイントなので、還元率で言うと0.5%還元となります。まあ、ここ最近はね、ビザラインペクレジットカードの3%とか、まあ、ナンバーレスのカードの5%とかあるんですけども、それに比べるとちょっと少ない部分はあるかもしれないんですが、 0.5%関係はぶっちゃけ普通ぐらいかなっていうふうに思います。で、他にも定期券付きスゴ回のオートチャージが可能であったりとか、あとはこちらの JQ カードエポス会員のご優待でお得っていうことで、まあ、エポスカードになるではのね、特典もしっかりとあります。まあ、それがこちらなんですけども、まあ、このエポスカードの優待っていうのが結構いろいろあったりするんですけども、まあ、例えばなんですが、このカテゴリー都道府県で探すっていうカテゴリーを選ぶ項目で、この食べるっていうのを選択します。で、都道府県を選ぶっていう項目で、 僕は九州に住んでるんで、九州、沖縄をクリックすると、この福岡が出てきます。でですね、これをクリックすると、まあこのカテゴリーを検索っていうのが、まあいろいろ選ばれた状態になるんで、検索をかけると、 まあ、ご覧のようなページが出てきます。まあ、飲食店でね。まあ、どれぐらい使ったら1000円引きになりますよとか、結構そういったものがあったりします。まあ、たい5000円ぐらい使ったらこういった風に1000円引きになりますよという風に出てきたりするんで、まあ、ちょっとね、このご時世なのでなかなか飲食店はちょっと行きづらいとこはあるかもしれないんですけども、こういった結構お得な特典があったりとか、あとちょっとここには出てないんですけども、僕が住んでる地域の映画館がちょっと割引された状態で利用することができたりとか、まあ、エポス自体の特典も結構多かったりします。まあ、そういったものが 詰まった JQ カードなんで、すけども、まあ、気になる年年会費が年1回のカード利用でで無無料料にになります入会後1年間に関しては無料とで1回も1年間利用してない場合に関しては1375円がかかりますので、ここは気をつけないといけないとこですね。で、JQ カードのまたこれも面白いところなんですけども、エポスポイントの交換が可能ということで、この JRQ ポというポイントが、いろんなポイントに交換することができます。例えば今お伝えしたエポスカードの、まあ、エポスポイントに交換できたりとか、ちょっと前にね、 動画のネタでもお伝えしたまあ、G ポイントに交換できたりとかあとはポンタポイントに交換できたりとか T ポイントにも交換することができます結構ねこれらのポイントっていろんなポイントに使うことができるのでまあ、かなりね利用範囲としたらまあ大きなポイントになるかなと思いますで細かいところに関してはね公式ページに出てますんでぜひこちらも見ていただければと思いますでその JQ エポスカードなんですけども今回のお題の通りにあるこちらのカードですねこちら JQ エポスゴールドカードの なんとこの年会費が無料、永遠無料の 特別招待がなんと来たんですよね。これ本当に来た時すごいびっくりしました。まあ、昨日ね、ツイッターでもつぶやいたんですけども、こちら、特別なお客様にゴールドカードへのご招待、今なら年会費はずっと無料ということで、そうなんですよ。これエポスカードとか JK エポスカードを使ってる方であれば、まあ、どれぐらいの基準かわかんないんですけども、ある一定の条件をクリアしたら、こういった招待が来たりするんですよね。なので、いわゆるエポス修行というのを僕もね、地道にこうやってたんですよ。 ねそれが昨日のタイミングで、招待が来たっていうことででしたでこの JQ エポスゴールドカードになって何がすごいのかというところですね、見ていただきたいと思います。まあ、それはね、公式ページにしっかりと出ております。いつもあなたのそばに JQ カードエポスゴールドということで、ちょっとね、僕読み方間違ってたっぽいですけども。で、ここにも出てる通り、年会費がずっと無料ということで、JQ カードエポスゴールドへの入会お申し込みは当社からのご招待に限りますということなので、まあ、先ほどもお伝えしたように、この招待がない限りは、この エポスゴーールドカードカのの年会費無料を持つことっていうのがで、きないんですよねでお申し込みには有効期限がございます。エポスネットマイページでご確認くださいということで、とりあえずね、僕はこの通知が来て、とりあえず今申し込みを行っておりますんで、まだちょっと手元にはカードはございません。まあ気になるこの基本情報なんですけども、結局何が違うのかというところですね。JQ カードエポスと JQ カードエポスゴールドということなんですけども、まずはここのエポスポイントに移行した有効期限が、もともと JQ カードエポスの場合は2年なんですけども、それがなんと無期限になるということで ということであと、この選べるポイントアップっていうのがあるらしいんですけども、これが3ショップまでポイント最大3倍になるらしいです。まあ、これに関しては、実際にちょっと僕もまだ細かいところは見れてないんですけども、ざっくりと出てるような感じで、スーパーとかコンビニとかいつも使うお店であったりとか、毎月支払う光熱費とかで、まあ、それをね、JQ エポスゴールドカードで支払ったら、まあ、これぐらいのイメージになりますよということで、まあ、とりあえずね、今もらってるポイントが3倍になるということになります。 あと、この年間ボーナスポイント最大1万ポイントっていうのがですね。まあ、ここに出てるんですけども、年間ボーナスポイント、年間のご利用金額に応じて最大1万円分プレゼントということなんですけども、年間でこの JQ エポスゴールドカードを50万円分使ったら2500ポイントがもらえたりとか、100万円分使った場合は1万ポイントがもらえたりします。まあ、そんなに使うことってないとは思うんですけども、普段の私生活を全部この JQ カードエポスゴールドに切り替えれば、まあ、これぐらいはいくだろうなっていうことで、1万ポイントもらえるって結構お得ですよね。で、他にもですね、 ここにも出てるような家族を年会費無料でゴールドカードへ招待できたりとか。もしね、ご家族の方がいらっしゃれば、ここは結構強いですよね。で、ファミリーボーナスポイントがあったりとか。 あと、個人的に嬉しかったのはここなんですよね。空港ラウンジ利用が無料というところですね。まあ、国内外の空港ラウンジが無料ということで、まあ僕ね、もともとゴールドカードに関しては、あの、楽天のゴールドカードを持ってたんですけども、今月で通常のカードに切り替えたので、まあいわゆるそのゴールドカードとかラウンジを使うことができなくなったっていうことだったんですけども、この JQ カードエポスゴールドでなんとそれが可能になっちゃうんですよね。ちなみに使える空港ラウンジこんな感じとなってます。羽田空港から始まって僕が住んでる福岡空港とか、 まあ、九州全域のね、空港を使えたりとか、まあ、ある程度の空港は対応してるかなっていう感じです。これ結構嬉しいんですよね。しかもこれが永年無料で使えるっていうのはね、めちゃくちゃお得かなと思います。で、そしてもう一つ、ここもね、かなり魅力的なんですよ。海外旅行、障害保険、最高保証金額が、もともと500万円までだったんですけども、1000万円分までアップされると。まあ、ぶっちゃけちょっと今のご時世はね、なかなか海外に行くことはできないんですけども、もし何かあった時は、 この海外のサポートデスクを使って、まあ、対応してもらえる。なので、まあ、このカードは、ぶっちゃけ何かあった時の、本当お守りみたいなカードにちょっと近くなるかなというふうに思いますね。で、ここまでお伝えしておいて、どれぐらいの期間で、どれぐらいの金額で JQ エポスゴールドの正体が来たのか、ということが気になると思うんですけども、これは僕、ユズヒコの場合でお伝えをします。これに関しては、やっぱり招待制になるので、個人差は絶対あるかなと思います。人によっては、これぐらいの金額とかこの期間で来ましたら、 っていうのがバラバラなので、まあある程度一つの例として、まあ参考程度に聞いていただければと思います。で、それを例にするためにですね、過去僕が12ヶ月間のお支払い履歴紹介ということで、こちら昨日のスクリーンショットを撮りました。4月15日現在ということなんですけども、僕がこの jq エポスカードを使った履歴がこちらじゃんということで、まあね、見ていただいたらわかるように、まあまあな金額を使っております。で、作成したのが去年2020年の8月末にこのカードを作り。 で、この約6ヶ月間利用して 合計の金額が344,540円を使いました。まあ、個人的には結構これ僕的に使ってる方かなと思いますね。で、1ヶ月あたりの平均で言うと、57,423円使ってることになります。で、実際にどんな風に使ってたかというところなんですけども、僕あの当時ですね、キャッシュの1%プラス JQ カードを紐付けた状態で、実質1.5%還元を使って決済をしておりました。まあ、ちょっとね、今キャッシュの規約が変わったので、この方法 っての今できないんですけどもその1%をうまく利用して ガンガンね、使ってたような感じではあります。で、他にもね、スマホ決済の aupay のチャージでも使っておりました。aupay のチャージに関してはね、エポスカードがもともと対応してたので、まあ、この JQ エポスでチャージをして、その後に aupay で決済するっていう感じで、ちょくちょく使ってましたね。まあ、大体この aupay 使うときは、基本的にキャンペーンとかと合わせて使うことが多かったです。で、もう一つは、あの、ワンモバイルのまとめて支払いですね。そのまとめて支払いを使って、その後に PayPay で決済するっていう感じだったので、大体は aupay とか、 まあペイペイとかあとキャッシュとか何かしらの紐付けとかで組み合わせて使うことが多かったですねまあ、他にも直接ね JQ エポスカードで払ったものもあったんですけどもほとんどはまあスマホ決済とかキャッシュとか何かしらとうまく紐付けて還元率をアップさせるがためにまあこの6ヶ月間で約35万円分ぐらい使ったっていう感じですまあ、これはほんの一例ですむしろ僕の場合使いすぎてる場合もあるかもしれないですね でですね、これご存知ですかねこれ積み木証券っていうんですけども、これあのエポスが提供する投資のサービスとなっております。 で、もしですね、僕あの、JK アポストゴールドカードの正体が来なかった場合、この積み木証券で投資信託を始めて正体を待つ予定だったんですよね。ですけども、今回は普通に使ってて、まさかこの正体が来たので、今出してるこの写真っていうのは積み木証券を解説したら届くキットみたいなものなんですけども、まだ未開封のまま使わない状態で積みました。 ちなみにその積み木商店というのはこちらなんですけども、投資初めてさんにぴったりの資産作りということで、エポスカートでなんと投資が可能のサービスとなってます。まあ投資できる場所が確か国内だけでかなりね、数は少なかったので、まあ個人的におすすめかどうかって言われると、なんとも言えないとこではあるんですが、僕の中では毎月3万から5万円ぐらいで、 始める予定ではございました。ただ先ほどお伝えしたように JQ エポスゴールドカードの招待が来たので、今回は見送ります。ちなみにですね、この JQ エポスゴールドカードまでの道のりということで、よくあるパターンなんですけども、まず一つ目は、ポイントサイトでエポスカードを作成します。これは通常のエポスカードですね。で、その後にエポスゴールドカードまで修行を行います。いわゆる修行っていうのは、まあ、招待が来るまでエポスカードを使い続けることですね。で、招待が来たらエポスゴールドカードに切り替えをすると。 で、そこから JQ カードに切り替えたい場合に関しては、JQ カードの窓口、九州に行くか、噂によるとなんかウェブでも手続きができるらしいとは伺ってます。まあ、郵送でできるとは聞いてるんですが、結構ね、僕がツイッターで拝見する限りは、九州とか博多に行って、そこの窓口で、直接その日に切り替えを行うっていう方がいらっしゃるみたいです。もちろんね、通常のエポスゴールドカードのままでもいいんですけども、この JQ エポスゴールドカードの、まあ、魅力的な特典もある、プラス、 先ほどお伝えしたようにポイントが、まあ、G ポイントとか T ポイントとかポンタポイントとかにも交換することができるので、まあ、そのために JQ カードに切り替えるって方も中にいらっしゃるみたいです。それでようやく JQ ゴールドカードをゲット。 という流れになりますね。意外とね、ま、あと時間はかかるようになるんですけども、今振り返ってみれば、まあ、意外とあっという間に、まあ、終わったというか大変なんですが、ここまで来たなというふうにも思います。でですね、先ほどのこのエポスカードを作った後に JQ エポスカードに切り替えるというパターンは結構あったりするんですけども、僕みたいに直接 JQ エポスカードを作成する場合に関しては、 なんと、ポイントサイト経由がないんですよね。なので僕の場合は博多駅に行って普通に作ってきたっていう感じで、まあその日即日作れたとこではあるんですけども、それができない方に関しては、 ウェブ上で作成することができます。今でしたら結構ね、お得なキャンペーンも開催中でございまして、新生活応援キャンペーンということで、JR キューブが1500万500ポイントまでもらえるキャンペーンが、直接ウェブサイトから申し込むことで行うことができます。で、期間が4月30日まで開催中でございまして、利用期間が5月31日までというふうになってます。 で、JQ カードね、いろんな種類があるんですけども、この JQ カードエポスの場合はご覧のような感じとなってますんで、まあ、詳細気になる方はね、このページ貼っておきますんで、チェックしていただければと思います。ということで、本日お伝えしたことまとめです。JQ エポスカードから JQ エポスゴールドカードへ無料招待が来ましたよということで、特典に関しては先ほどお伝えしたように、年会費がなんと永年無料であったりとか、空港ランジが使えたりとか、まあ、他のポイントにも交換することができたりとか、あと、海外旅行障害保険保証金額が アップしたりとか、あと僕の場合に関しては、 6ヶ月間で30、約35万円を利用することで招待が来ましたよと。ですけども、これは個人差がありますので気をつけてください。人によっては結構早く招待が来たりとか遅く招待が来たりするっていう場合もありますんで、まあ、参考程度で大丈夫です。普通にね、僕の場合35万円分をもう決済しちゃったっていうところではあるんですけども、地道に積み木証券を使って投資信託を使ってコツコツ利用するっていうのもありかなと思います。そうすればね、もちろん減るリスクもあるんですけども、増える場合もあるかもしれないので、そこに興味がある方はね、 人で調べた上で始めてみてもいいと思います。で、おすすめとしたらですね、ポイントサイト系で エポスカードを作成して、JQ エポスゴールドカードに切り替えるっていうパターンが結構面白いかなと思います。で、今現時点でポイントサイトを見たらですね、だいたい2、3000ポイントぐらいしかつかないんですが、エポスカードってどこかのタイミングかちょっと僕もわかんないんですが、ポイントサイトとかで結構1万円分の還元とか出てたりするので、結構それを狙ってみるのもありかなと思います。だいたい8000から1万円ぐらいが結構高いポイントとして出たりするんで、それに関してはね、僕のツイッターとかでタイミングが合えばちょっとつぶやこうかなと思いますで、ね、 でツイッターのフォローしていただくと嬉しいです、まあそんなこんなで今回は僕が JQ エポスゴールドカードの無料招待が来ましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたいや本当ねこの JQ エポスに関しては先ほどの利用名刺を見ていただいたらわかるように3月使って4月実は全然使ってなかったんですよねなので若干ね諦めてたとこではあったんですよだいたい30万ちょいぐらい使ったから とりあえずまあ、あとは、正体が来たらラッキーかなみたいな感じで、若干待ってたとこではあったんですけども、思ったよりね、急に来たんで、すごいびっくりしました。まあぜひですね、まあ JQ エポスカードに関してはこういった使い方がありますよとか、この方法は結構効率的でいいですよっていう、まあアドバイスのコメントなどあればですね、下のコメント欄書いていただければなと思います。今回お伝えしたね、JQ カードについてのリンクに関しては下の概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました